演舞開演。どうも、本日はこちら山本漢方製薬株式会社のタンポポ茶というものを飲みたいと思います。タンポポというとあのタンポポなんでしょうかね。それがお茶になっているんですね。なんかあからさまに女性向けの商品なんですが、まあ男性が飲んでもいいですよね。はい、ではではティーパックをオープン、そしてコップに入れてお湯を注ぎます。はい、注ぎました。ではいつものように出来上がるまでしばしお待ちを。入れ終わりました。では飲んでみます。あなたを飲むのは初めてですね。どんなお味なんで、ちょっと濃いめの味、なんで中の味はありますが、そこまで強烈な味ではなく、さっぱりとしているのが非常に飲みやすいお茶です。普通のお茶としてティータイムに飲むのもきっといいと思います。これで体にいいなら嬉しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。